皆さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はちょっとまあスイーツというかアイスクリームというか乳牛工房さんというところの神崎号かな、はい、よろしくいただきました。でまあひまわりのレビューもやってるんですけど、これ何番目かな、ちょっとまた後でやります。乳牛工房さんね。でこれこのあれは何でしょうね、扇風機か、羊さんかな、これなんかおる。仕方にもね、羊さん飼ってるとこあってね、4頭ぐらいおってもう夏場バテてるからね、これもバテてますね、羊さんかわいそうに、えらい剥ぎ上がってる感じやねん。アイスクリーム屋さんとかあるとるからね、世界のね、ちょっと行ってみましょうね。はい。アイスクリームね、ゼニューニューなんたら。アイスクリーム屋さんですか。あら、こんにちは。え、持って帰ることできる？はい。持って帰る。持ち帰りはあちらの。ああ、みんなここで食べてる。どうしようかな、どうしようかな。ミルククラブ、そうやな、ここで作ってるんですよね。そうということはここのやっぱりオリジナルの味やいうことや。一番人気ですよ。あ、ミルクね、ミルクしようか、ミルクコーンでミルクにしましょうか、はい、うん、はい、コーヒーも美味しいけどな。皆さん来てくださいね、ここにね。はい、ありがとう。なんかお菓子持ってます。ありがとう。はい。ちょっと変わってますね、これね。はいはい。いや。ねえ。ちょっと暑いね、ここ。日陰ないんかい。溶けてまうわな、これ。ちょっとコーンが変わってね、三角形みたいな、まあこんなもんですか。自家製アイスらしいからね、早く食べない、これちょっとあれしてしまいますね。はい、まあそんな感じでね、焦った動画となってすみません。とにかくね、外出た瞬間からソフトボールがめちゃめちゃ溶け出して、もうテレビちゃくちゃになりましたんで申し訳ないです。まあね、乳牛工房さんにね、またね、よろしければいらしてみたらどうでしょうか。もうあっという間に車がいっぱいになりましたからね。そういうことでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければまたね、チャンネル登録と高評価いただければありがたいです。それではまた次の動画でお会いしたいですね。ジェラートもやっていかんとあかんしね、スイーツもね、またやっていきます。よろしくお願いします。では、またお会いしましょう。